リロードしてなかった。結構いっちゃっていいと思いますよ、一気に攻め込みましょう、攻め込みましょう、一気に。皆さんこんにちは、フロマスクです。今週の10月29日ですね、10月29日の木曜日、だいたい19時頃から、フェイスパンチシンガポール2ですね、こちらのサーバーの方でまさまささんたち主催のイベントですね、チーム対抗攻防戦かな、そんな感じのイベントをやることになりました。はい、で今回は一般見てるリスナーの方もですね、自由に参加できるとのことで、まあ、時間になったら、まあその前ぐらいから、まあ、こちらの五重のタワーとかあるまさまささんの拠点ですね、マップで言うと北西の方になるんですかね、雪と雪に囲まれた、雪山に囲まれた地帯ですね、こちらに来てもらえればとのことです。でまたいろいろと持ち物は何も持たずにですね、基本裸で、ちょっと寒い場所なんで体力があれかもしれないんですが、基本裸で、まああとはSteamのプロフィール公開ですね、それをしてもらわないとダメみたいなので、それ公開してもらって、あとは拠点内にいる人たちの言うことを聞いてもらって参加してもらえればと思います。でイベントの内容ですね、どんな感じなのかっていうのはちょっとこれから何回か模擬戦ですねやっているので、そちらを見てもらって確認してもらえればと思います。今ですねこんな感じでまさまささんたちが自分たちの拠点内にこのイベント用のフィールドですね、これを作って、一応なんか攻撃側と防御側ですね、防衛側に分かれて戦うみたいです。ではまずその防衛側と攻撃側に分かれて戦いますと。はい、で第一その攻撃側の勝利条件としては防衛側の全員倒すこと、もしくは時間内にこの屋根付きのチェストにある、まあ、本番はロケットランチャーにするものなんですけど、今はポンプアクションの弾入っているので、それを空中に打ち鳴らすことで勝利、時間内ですね、時間内は10分間持ってます。で防衛側の勝利条件としては攻撃側を全員殲滅するか、時間を内にその打たれないようにするかで勝利条件ですね。はい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 、そんな感じです。よし、じゃあもうこっち側わからないんで、とりあえずどんどんもう出てきたのをモグラ叩き風にやるしかないですね。やばい作戦がダダ漏れ。あっちがいないか、いる。こっちが4人なんですよね。こっち側にはもう1人いた、高大さんがいる。でも本当右のタワーと左のタワー、そこから出た方がいいのか。防御側は本当に強いですよこれ。そうですね、これだいぶサップっていう猛獣が突っ込んでくる。本当にあいつ攻めのどこまでも攻めちゃっていいんですね、その防御側も。守りきれるか。はい、準備 OK ですかね、防衛側。大丈夫そうですね。はい、大丈夫です。了解。じゃあ攻め側も大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。はい、じゃあ打ちます。行きます。レディー。お、来た。よーし。やばい。そこで飛んできてる。よし。当てられた。マジか。ちょ。
やられんないよ、いきなり。左上、左。あ、マジか。はい、見てくださいね、結構。危ない危ない危ないやばい、ここでエイムが発動してる。よし。え始めましたね。誰か。はい、じゃあよし。いや全然成功えないよこれ。全然いけない。え、もうめっちゃ攻め込んできてる。やばい。あ、やべ。誰か。誰か助けて。これ上はすごい有利だ。これ。これ攻める。攻めるね。ああ。やばいな。ひどいなこれ。これ。あっ、あっ、かよ、マジか。うわっ、うわ、きつい。あっ、きついな、これ。きつい。やべ、ひし。マジかー、サンサン。ちょっと待って。せめて全滅？やばい、まだ、まだ、まだ。まだ、まだ。消えました。うわー、やばい。おこれは、あ、仲間だった。もう言えないな、ここやばいな。二人は倒したけどな。あー、三人、あ、二人は無理だわ。よし、うわっ、やられたな。ダメだ、何やられた。もう、あれ、え、もう、まだ、え、あれ、全滅しましたね。え、もう多分全滅しましたよ、こっち。え、自分まで来ますよ。ちょっと、あ、死んだ。あ、来たんやない。終わりました？終わりました。あ、今終わったんですね。はい、拾ってってください。準備 OK ですか、皆さん。じゃあ行きまーす。はい。出てきてます。上いないです。なるほど、やばいですね。いる。お、ナイス、誰かやった。ナイスです。まだ引っ込んだ方がいいですね。結構やりましたよね。やったのかな。あ、一人いってる。はい。で、そっち。結構、あ、奥にいますね、左奥、一人。もう全員来てんだな。近いか。結構近くまで来てますね、突っ込んできてるんで。ますね。ふう。コントロールキー押しすぎて、指が痛い。あ、そこにいる。右前のとこいますね。一人頭出そうとしてる。あー、来てる。前詰めてきてますね、一人。あ、リロードしてなかった。危ない。あー、この窓の柵で微妙に見えないんだな、これ。お、あ、よし、当たった、ヘッドショット。よし。あ、お、やられました。大丈夫ですか。あ、右詰めてきてますね。そこ、すぐそこいますよ、もう。多分その壁越しにいますね。くる。おっと、真正面もいますね、一人。真正面やりたいな、じゃあ。あんな見えにくいとこいるのか。わかんないな。草むらん中だ。すぐそこいますね、ほんと。この下に。あ、来た。よし、倒した。オッケー。で、真正面奥に多分ボルトがいて、茂みらへんですね。ちょっと確認できないですよね、位置が。お、来てる？わからないぞ。
裸かあれは。裸かあれは。裸が。ボルトがどっかに隠れてるはずだけどな。ちょっと、王室で。違う、行きまーす。よしよしよし。ドア前まで。多分、茂みんなキャラ辺にいるんですよね。ボルトが一人。もう移動してるかもしれないけど。アキさんだけだと。結構行っちゃっていいと思いますよ、一気に。攻め込みましょう、攻め込みましょう、一気に。多分、引いてると思う、結構。炙り出しましょう。どこや？あ、相当引いてますね、これ。そこら辺にいるんじゃないかな。え、これも。あれ？いない。お、もう撃てるんじゃないですか、それ。撃てるんですよ。いないぞ、アキさん。あれか？あ、ごめん。仲間？右のタワーにいますよね。あー、死んだ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 。ナイスでーす。いいですね。結構、攻めも守りも、勝率的には同じぐらいじゃないですか？結構。そうですよね。やっぱり、突っ込んじゃダメですね。ボルトの援護ないと無理でした。